エウーゴとティターンズの戦いは宇宙へと舞台を移していた。両者の争いに割って入ってきたのがハマーン・カーンが率いるアクシズという勢力だ。長い戦いに消耗していたエウーゴとティターンズは互いにアクシズを味方につけようと交渉を繰り返していた。エウーゴ側からハマーンとの会見に向かったクワトロ隊員が戻らないまま、今度はティターンズとアクシズの間で会談が行われることになった。ティターンズの最高権力者ジャミト、それと木星帰りのニュータイプと言われているパプテマス・シロックがハマーンの戦艦グアダンに乗り込んだようだ。カミーユ、大変よ。グアダンの方向で爆発の光が見えたわ。グアダンで爆発？何があったんだ？戦闘が始まるのか？最悪だな。クワトロ隊員は無事なんだろうか？あのハマーンと何かあるように見えたけど。カミーユ、クワトロ隊員をアーガマまで連れ帰って。このままじゃこの後に予定されてるメールストローム作戦に支障が出るわ。メールストローム作戦、グリプス2っていうコロニーレーザー砲を敵から奪い取ろうっていう作戦だな。ファー、分かった。クワトロ隊員は必ず僕が連れて帰る。ええ、気をつけてね、カミーユ。ゼータガンダム、カミーユ、行きます。ジャミト不覚はハマーン・カーンの手によって暗殺された。直ちにグアダンを叩け。これは閣下の弔い合戦である。ティターンとグアダンが戦闘を開始しました。囲まれた。クワトロ隊員、ハンブラミ、行くぞ。グアダンを叩け。モビルスーツは後でどうにでもなる。おかげだってこと忘れんなよ、カミーユ。直撃させる。こんなことをやるからみんな死んでしまうんだ。出てこなければやられなかったのに。
体はまだ軽いや。来たな、カミーユ。どけよ。邪魔だ。そこ。待たさせる。開ける。あっち行ってまで。まさか進みが当たれ。そこ。なんだと。までか。ダンケル、ラムシャス、出動。レコア、サラ、散開してハマーを囲め。はっ。逃げられません。このキュベレー、見くびってもらっては困る。なんだ。もらった、ハマン。なんだ、どこから撃った。どこ。さすがだな、シロッポ。しかし、いつまで避けられる。いい気になるな、ハマン。バックアップのおかげだってこと忘れんなよ、カミーユ。直撃させる。当たれ。こんなことをやるからみんな死んでしまうんだ。見えた。奴がこれほどの男とは。しかし、なんというプレッシャーだ。だが、あれごときのモビルスーツに。ゼータガンダム。何？百式？シャーベ、生きていたか。私が出なくても勝手に潰し合ってくれそうだ。どけよ。どけよ。落ちろ。アトロタイ、当たれたま。無事だったのね。不愉快だな。エールストローム作戦にはクワトロタイが必要不可欠だ。当たれ。タイに
アーガマに戻るように伝えてくれ。クワトロ隊員、至急アーガマに戻ってください。メールシュトローム作戦開始の時間か。了解した。アーガマに帰還する。あっち行ってまで出てこなければやられなかったのに。やめろサラ、目を覚ませ。カプテマス様は人類の新しい世界を切り開く方だわ。要それ殺されてもか。この方の理想のためだから死んでもいい。どけよ、あっち行ってまで。これまでか。モビルスーツ隊撤退しろ。クワトロ隊、メールシュトローム作戦の開始時刻です。我々はクリプツ2を攻める。ハミーは単独でハマーを狙え。モビルスーツ隊、クリプツ2の防衛に当たれ。俺たちのバックアップのおかげだってこと忘れんなよ、カミーユ。キャプテン、ジュベレーの発進準備。奴らのペースに乗せられすぎだ。見てはおれん。グリプスには行かせない。無駄な殺生待たさせる。ハマンカーン、お前は戦いの意志を生む源だ。生かしてはおけない。当たれ、ここ入隊。止めよ。あっち行きまで。どけよ。うかつだな貴様。お茶たち、うかつだな。遊びでやってんじゃないんだよ。バックアップのおかげだってこと忘れんなよ、カミーユ。
る、ハマーン。お前は人を不幸にする。アメとマネオツが私に。暗黒の世界に戻れ、ハマーンカーン。このキュベレーを舐めてもらっては困る。今だ。バカな。落ちろ。人は分かり合えるんでしょ。ゼータめ。僕は。チャンスがあったのにハマーンを殺せませんでした。気にするな。それは私の役目だったのだろう。いえ、僕の脆い心がハマーンの強烈な意志に負けたんです。危険だな、カミール。それではアムロ・レイの二の舞になる。アムロは自らの魂を解き放つのに7年もかかった。それは地獄の日々だった。メールシュトローム作戦で奪ったグリフス2にティターンズが迫っている。すでにヘンケンキャプテンのラーディッシュが向かっているが、苦戦しているようだ。攻撃している敵にはレコアさんもいるのか。レコア注意のことは忘れろ。彼女はすでにエウゴではない、ティターンズのパイロットなのだ。分かっています。でもそう簡単に割り切れるもんじゃないでしょう。冷静になれ、カミーユ。ラーディッシュは耐えているうちにティターンズ艦隊をグリフス2のレーザーで沈めなければならん。出なければ彼らの頑張りが無駄になる。だがアクシズの艦隊も姿を見せている。私とハマーンは因縁浅からぬ間柄。私はこの手で決着をつけなければならないし、向こうもそのつもりだろう。一刻の時間も惜しい。出撃するぞ、カミー。無駄死にだけはするな。カミーユ待って。ファーカ、どうした。カミーユね、戦争が終わったらまた前みたいに学校へ行って喧嘩して昔みたいになるわよね。さあね、カミーユ。元通りにはならないさ。俺は自分の役目が分かってきたから。むざむざやられるか。出るぞ。戦闘中域に到着しました。各砲座戦闘スタンバイ。ティターンズの戦法とぶつかったか。隊長には悪い。アーガマはいただきだな。どけよ。ガンダムマーク2、エヴァ出ます。どけよ。直撃させる。エヴァ注意、無理をするの。アークスか、よくも見つかった。貴様、邪魔な。隊長、戦果を上げてみせます。ダメよ。直撃させる。
ことをやるからみんな死んでしまうんだ。そこどけよ。違う、手応えがない。ネズミがちょろちょろと。エマ注意が、ラディッシュ前進、目標マーク2だ。出てこなければやられなかったのに。
うわぁ、カミユ、貴様は俺の成功するのならビームポンプ、まだ抵抗するのなら死に方、ビームポンプ、自信がかり、満足なのかよ、誰が喜ぶんだよ、不愉快だな、この感覚は。生の感情を丸出しで戦うなど、これでは人に品性を求めるなど絶望的だ。やはり人はよりよく導かれねばならん。指導する絶対者が必要だ。よし、突っ込むぞ。出てこなければやられなかったのに。一撃で攻めろ、ビームポンプ、逃がさんぞ。モビルスーツ隊を全て出す。狙いはジュピトリスのみ。そこ、どけよ。戦いが終わる。人は変わるのでしょうか。変えるのだよ。それをやるのはレコは君かもしれない。どけよ、どけよ、どけよ。レコアさん、自分が何をしているか分かっていて。誰も泣いてくれないんじゃない？それでいいの？私は女よ。だから今ここにいる。あなたの敵になった。人の生き方はそれぞれ、他人の感想など。エヴァチュー、分かってる。男たちは戦いばかり、女を道具に使うことしか思いつかない。もしくは女を恥ずかしめることしか知らないのよ。恥ずかしめられたってレコアロンド、貴様、人が死んだんだぞ、いっぱい人が死んだんだぞ。お前もその仲間に入れてやるってんだよ。遊びでやってんじゃないんだよ。なんだと、あれは何が楽しくて戦いをやるんだよ。あの光、バリアンなのか。貴様のようなやつはクズだ。生きていちゃいけないやつなんだ。レーザーエネルギー充填開始。目標はティターンズ艦隊です。しかし発射角は好きにはできないので、敵艦隊が発射角を奪い、ティターンズの艦隊をやらせるわけにはいかん。
シロッコにレーザー砲を潰させるわけにはいかん。シロッコにレーザー砲を潰すのか。面白い。クリプス2に敵が接近しています。カミーユに援護させられんのか。不愉快だな。ここ待ってしまれ。ビームトンピュー。速やかにモビルスーツ隊を交代させろ。どけよ。ここ出社は無理なんだよ。おっしゃる。やめる。無駄な殺生を待たさせる。そこどけよ。そこどけよ。当たれ。当てに。そこやられません。神行き、敵拠点を制圧。お疲れ。どけよ。ここここ待ってしまれ。そんなモビルスーツでこのジオと対等に戦えると思っているのか。シャー、こんなところで朽ち果てる己の身を呪うがいい。そうか。やめる。どけよ。どけよ。どけよ。私の優位は変わらない。モビルスーツ隊前進しろ。スターンズ、エウンをもろともに叩き潰せ。人の心を大事にしない世界を作って何になるんだ。愚劣なことを言う。出てこなければやられなかったのに。やめたまねを。どけよ。やめたまねを。まだだ、まだ終わらんよ。やめたまねを。そこ貴様、お茶かし。
ビ家を倒し、北安城を排除した世界でお前は一体何をしようというの？私が手を下さなくても、ニュータイプへの覚醒で人類は変わる。その時を待つ。ビームポンピュー！目の前の現実も見えない男が探しいだけの子供が何を言う。探しくて悪いか。どけよ、どこ、どけよ、どこ、どけよ、待たれ、どけよ、どけよ、どこ。遊びにやってんじゃないんだよ。
ビームポンピュー！バックアップのおかげだってこと忘れんなよ、カミーユ。勝てると思うな、小僧。ゼータがどうしたんだ。私の知らない武器が内蔵されているのか。わかるまい。戦争を遊びにしているシロッコにはこの俺の体を通して出る力が。体を通して出る力。そんなものがモビルスーツを倒せるものか。まだ抵抗するのなら。うわあ！ジオ、動け。ジオ、なぜ動かん。ここからいなくなれ。うわあ！私だけが死ぬわけがない。貴様の心も一緒に連れて行く。カミーユ・ビダン。光が広がっていく。宇宙世紀0088。後にグリプス戦役と呼ばれる戦いは終結した。人々に多くの傷跡を残して。